現役時代篠野さん打てるとこでもあまりにもどこも全部打つから、うんうん、もう真ん中投げればいいんだって言って真ん中投げるとどっち打っていいか分かんないから意外に凡打するっていうど真ん中が一番打てないって言われた。真ん中って練習しないんですよほらやっぱ本当の話なんだ、はい。